すごいね、ウェルカムセンター8時前でこんなに待ってる。1時間ぐらいかかるんだろうな、多分最後尾から。あ、でもそうでもないのかな、あんまり中入ってないってことはただの入館制限なのかな。今始まったばっかり、ウェルカムセンターの時間的。でもすごい並んでましたね。すごいね、このスペースマウンテンの後ろ側も一応2027年に新しいスペースマウンテンできるから工事がちょっとずつ始まってます。すごいな、外まではみ出てるね。最後尾こちらって言ってるけど、すごい遠い最後尾が。今日は多分いつも通りだったら休日なので、8時ハッピーエントリー8時15分一般かな、まあ、たまに5分10分早くなることもあるみたいだけど、今日は恐ろしいぐらい混んでそうだな。あと20分から30分ぐらいで抜けられればいいけど。あ、でもすぐ 中には入れそうだね、この開園待ちの。ちなみにキャストさん曰く、列はどんどん崩して前に進んでいいので進みます。あ、入れなかった、ちょっと待機やな。今ダメだよ、これいつになったら入園できるんだ、長いな。すごい風も強い。もうちょっと今日疲れたんで、今から9時から入ったらもうインディ・ジョーンズとかレイジングぐらいしかついてないよね。やっぱりゴールデンウィーク中日すごいです。9時に入った時点でソアリー、あー、もう15時ぐらいだ、全然もうない。
トリマには余裕がある感じだね。めっちゃ風がとにかく強いです。あー、トリマにも10、いやー、座りんな。とりあえず16時半にするかなって思ったけど、この時間あれだわ、もう。あー、この時間がやっぱいいのかな。悩んでるうちなくなるっていうね。あ、15時半が出てきたよ。今回もビッグバンドビート外れたらラスカ行きたいんで、とりあえずソアリン購入して、次はショーパレードの DPA 見ていきます。うわー、ビリーブどっちもない。マジか、めっちゃ人気だね。もうビリーブ自由席しかなかった。これハーバーグリできなそうな気が、あー、水がかかった。すごい風が強い。9時からさ、ミッキーのグリーティングもやってるけど、めっちゃ混んでるよね。また平日に来よう。ちょっとこれ今日混んでる。あ、ミニーちゃんが出てる。5月から確かミニーちゃんが今出てるって言ってたよね。あ、ちょっとでも空いてたらミニーちゃんグリしたいんで聞いてみよう。25分待ちみたい。並びます。それではアトラクションの待ち時間朝一見ていきましょう。ソアリンが220分、センターが75分。まだやっぱりインディーとレイジングはまだこの時間帯マシだよね。シーライダーが休止に入ってる。タワテラが45分に、トイストーリーマニアが190、ゴンドラ5分。いい、おはよう。今日さ、すごい風強いね。で、もう飛ばされないように帽子ね、気をつけるね。ミッキーとお写真撮りたいんだけど、いい？ありがとう。うん、この後も楽しむね。ありがとうね、バイバイ。ミニーちゃんがさ、復活したからミニーちゃんが良かったけど、まあミッキーでも満足。もうアトラクションも混んでるし、カチューシャもこんな感じで列ができてます。風がとにかく強い。もうしょっぱで絶対無理だ。今ジャンボリミッキーがさ、初回から5回公演全部、あー強い。初回から最後の公演まで自由席が一部設けられてんだけど、今日ジャンボリも厳しそうだな。そしてやっぱ風が強いからかさ、ハーバーグリーティングが誰も待ってない。今日待つのはね、ちょっと辛いと思う。朝食食べたいなって思ったらマンマビスコッティーズも空いてるし、まあ、ただまんまの私あんまりティラミスドーナツがそこまで、まあ、好みの味というか、うーん、なんか量が多かったんで、ちょっと朝食どこにしよっかな。ザンビーニでもないよね。ケープコットがいいのかな。こうなると朝食探しへ向かいます。ソアリンがとにかくすごい待ち列。リドアイルの後ろのさ、キャラメルのフレーバーがすごい長いことになってる。結局さ、食べたいのが餃子ドッグとかだったけど、餃子ドッグも10時だし、餃子ドッグ並ぼっかな。浮山にまた行こっかな。ちょっと朝食難民になっております。あー、風が強い。結局ドックサイドダイナーにしました。ドックサイドダイナー空いてますね。嬉しい。はい、というわけでやっと朝ごはんだ。今日はドックサイドダイナーでシェフのおすすめセットにしました。まあ定番ですよね、パストラミビーフサンド。今日は大きいダッフィー君を連れてきました。
こちら多分グッズの購入品しなかったと思うけど、40周年のコスチュームを着せて今日は楽しんでいきます。食べる？チョコあげようか。うわ、寝たね。ドックサイドステージに集まってくれたみんな、ようこそ。まもなくジャンボリミッキーレッツダンスが始まるよ。ちょっとおかしな音楽とダンスが癖になるジャンボリミッキー、みんなで一緒に踊って楽しもう。ショーが始まる前にお願いがあります。撮影する場合やお子様を膝に乗せてご覧になる場合は、ご自身の頭の高さを超えないようにしてください。そしてもう一つ、ショーの中で体を動かすシーンがあります。周りの人にぶつからないよう気をつけて、その場で思いっきり楽しんでくださいね。さあみんな、盛り上がる準備はできてるかな？まもなくショーがスタートします。ワクワクしながら待っててね。みんな行くよ。それでは時刻が12時2分前後、今日はアメリカンウォーターフロントからパークを一周していきます。本当に風が強い。お昼の1回目のレッツセレブレイトウィズカラー中止です。天気はいいのに風が強くてできないって悲しいな。見てわかる通りすごい風が揺れてます。お昼の時間のニューヨークデリー、普通に入れますね。思ったより混んでない。このまま一旦トイストーリーマニア、タワーブテラー待ち時間見ていきましょう。前回のパーク一周でも伝えた通りなんですけど、ビッグバンドビートは2回目以降も自由席あるので、こんな感じで列作って待機してます。でも今日はもうエントリー受付なしで、ジャンボリも BB も見たから満足だな。夜のハーバーショーができるのかちょっと心配だ。それではタワーオブテラー見る前にトイストーリーマニア見ていきましょう。お昼の時間のトイストーリーマニア130分待ち。左がスタンバイで右がディズニープレミアクセスなんですけど、ディズニープレミアクセスやバケーションパッケージのアトラクション利用券の方がこんな感じで行列なので、今日多く発見してんのかな分からんけど、ちょっとスタンバイ時間がかかりそうですね。下ろしてくれ。そして次がタワーオブテラー。タワーオブテラーはそこまで並んでる方普段よりは少なく感じる。70分前後か70分以下予想。今3台動いてることが多いから多少待ち時間少なく感じるけど、何分待ちなんでしょうか。見ていきましょう。あー風。おータワーオブテラー45分待ち。次はタワーオブテラー横のタワーオブテラーメモラビリアで今売ってるカプセルトイ見ていきます。タワーオブテラーメモラビリアではエコバッグのカプセルトイが販売してます。そしてタワーオブテラー隣のドックサイドダイナー、朝食食べたレストランは屋外まで列ができてます。まあ、ただここぐらいなので20分ぐらいじゃないのかな、20分長くて30分ぐらいだと思います。あとはハドソンリバーハーベストも思ったより列できてない。あ、もうすぐジャンボリミッキー始まりますね。ハドソンリバーハーベストは、まあ、10分前後でお会計できそうです。あとは5月からリバティランディングダイナーが運営再開したので見ていきましょう。レストラン桜の横ですね。
レストランさくらの横のリバティランディングダイナーも特に待ち列できてなくてすぐお会計できます。レストランさくらに隣接しているブラックペッパー照り焼きチキンロールを取り扱いのワゴンも3、4組くらいですぐお会計できます。プライオリティシーティングが必要なレストラン、レストランさくらは右側がプライオリティなし、左側はプライオリティで並んでいるんですけど、プライオリティでもやっぱりちょっと待ち列できています。おそらくプライオリティなしだったら、30分以上、30分から60分ぐらいじゃないのかなと思います。いやー本当に風が強い。もうガーランドが本当に分かりやすいよね、風の揺れ方で。この SS コロンビアの前、リバティランディングダイナーの近くだよね。ブルーベリーチーズケーキ、新しいポップコーンの40周年のフレーバー、もうちょっとだけ列できてるけど10分前後でお会計できます。40周年のバケット、やっぱキャラメルが人気だよね。あれっていうかガーリックのフレーバーやってないんだね、いつもやってるガーリックシュリンプのフレーバー。それではこのまま右に渡ってケープコットへ向かいましょう。ジャンボリボディッキーやジャンボリミッキーも4月29日から2回目以降でも自由席が一部設けています。なのでエントリー受付外れても自由席が空いてたらですけど見ることができます。ソーセージが売ってるバーナクルビルズも少ないね、骨付きソーセージ。それではケープコット向かいましょう。はい、ということでケープコット入りました。思ったよりミルクチョコレートも列できてないね。もうガーランドがめちゃめちゃ揺れてる。ガーランドというかフラッグじゃないよね、ガーランドだよね、一応バナーが揺れてますね。それではダッフィー&フレンズじゃなかった、ダッフィーのグリーティング施設の待ち時間見ていきましょう。ダッフィーのグリーティング施設は50分待ち、ちょっと屋外まで列できてて長く感じます。ありがとうございます。すごい出口からなんだ。なんか今日は風が強いからたまたま特別なんだけど、トランジットスチーマーの写真撮影やってるみたいなんで来ました。うわすごい、本当だ、写真が撮れる。じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、写真撮影ありがとうございます。めったにないっすもんね、こんなの。ですね、特別なんだ、はい、ありがとうございます。いいですね、こう座って撮ることってあんまりないですもんね。そうなんですよ。そしてこのケープコットクックオフでは7月の上旬から夏のイベントですね、ダッフィーの夏のプログラムから新しいレギュラーショーが始まります。現在というか2020年の2月まで公演してたマイフレンドダッフィーは終了して新しいショーレストランが始まるんですけど、そちらの4回公演あるんですよ。4回公演あるうちの2公演に関してはファンクラブ、ファンダフルディズニー入ってる方のみの公演になって、もう先行募集確か始まってたよね、7月分が。7月分8月分分かれていて申し込みとか始まってるので、気になる方は公式サイト、ファンダフルディズニーのサイトをチェックお願いします。でもさ、4公演あるうちのさ半分だったら倍率めちゃめちゃ高くないって思っちゃった。あとは前のパーク一周でも紹介した通りなんですけど、現在ダッフィー&フレンズのグッズを買うにはスタンバイパスはもういらないです。次の5月18日に販売分のダッフィー&フレンズの From All of Us 第2弾のグッズは当面の間スタンバイパスが必要なのでご注意ください。なのでもう入りたいときにこんな感じですぐ入店できます。おーっと、おーちゃんパン、やっぱスタンバイパスなしで入りたいとき入るのありがたいよね。それではケープコット出てポートディスカバリー入ります。
ポートディスカバリーはこのアクアトピアの前の通路って言えばいいのかな、ケープコットからポートディスカバリーの通路にシーサイドスナック浮き輪マンの列があるんですけど、浮き輪マンはでも普段ってやっぱ土曜日なので変わらない感じですね。20分ぐらいは、15分かな、15分から20分ぐらいかかりそう。ミッキー型の浮き輪マンに関してはリフレスコスでも販売してます。2店舗ですね。でもやっぱり気温が暖かいのか T シャツだけで今日はいいな。暑いです。今日に関しては暑いのでアクアトピアも待ち時間長そうだな。ちなみになんですが、醤油バターのフレーバーがめっちゃ人気なんだよね。こんな感じで行列になっています。お取り扱いはモンスターズインクのバケット。いやー風がとんでもなく強い。このまま一旦アクアトピアとシーライダー見てベイサイドテイクアウトも見ていきましょうか。ロストリバーデルタ目指します。アトピア長そうだな。ただ風が強いので帽子が飛ばされないように気をつけなきゃ。アクアトピア35分待ち。それでは次はシーライダー見ていきましょう。シーライダーが片側運営だったはず。6月末までなので待ち時間が今長いですよね。シーライダー予想60分、いや60分いかないから40分ぐらいと予想しよう。シーライダーはあ50分待ち。でも長いね、シーライダーにしては。あとは思ったより今日食べ歩きフードの列できてないで、12時の時間帯だからかな。ウェイサイドテイクアウトもこんな感じで待ち列が短いです。思ったより早く買えました。10分ぐらい。ダッフィー君ちょっともう歩き疲れましたね。チュロス食べて休憩してロストリバーデルタ行きましょう。ここでも結構風強いね。そして40周年はクレームブリュレのチュロスです。それではポートディスカバリー出てロストリバーデルタ入ります。さっきねレストランサクラのプライオリティが14時で取れたんですよ。なのでまあロストリバーアラビアンコーストまで行けたらアラビアンまで行こうか。見たらアメリカンウォーターフロントへ戻ります。まだここのロストリバーデルタのハンガーステージは運営再開していないです。今日は左行きましょう。
それでは右から階段下がっていきますよ。グリーティングトレイルは朝一風が強くてやっていなかったんだけど、運営再開したかな。おお、インディーはここまで列できてる。グリーティングトレイル運営再開してるけど、どれも長いね。40分35分40分。いやー、インディーの待ち列もすごいけど暑い。風が吹いてるからなんとかそこまで暑くなくも感じるけど、風がなかったらもうモバイルファン必須だね。まあ、今やっぱり日傘差してる方もいるけど、まあでもね、夜はまたちょっと寒くなったりするんで、カーディガン持ってきてた方がいいです今の時期。インディー何分待ちなんだろう。時計の下からの アイスも列がちょっとできてるね。今日さ、食べ歩きのワゴンがそんな列できてないんだよね。ユカタンソーセージドッグも見て、待ち列少ない。インディ・ジョーンズは55分待ち。それではこのまままっすぐ進んでレイジングスピリッツ向かいます。ユカタンソーセージドッグももう普通にレストラン内入れるね。はい、というわけでユカタンソーセージドッグ来ました。ユカタンソーセージドッグレストラン内すぐ入れて、 1つのレジに1、2組だけすぐお会計できます。リトルグリーンマンやインディージョーンズをモチーフにしたアトラクションも販売してます。それではユカタンベースキャンプグリルを後にしてレイジングスピリッツに入るんですけど、この待ち列なんとリトルグリーンマンの待ち列です。そう、ユカタンベースキャンプだとすぐ買えるんですけど、なぜか屋外のリトルグリーンマンの方が列ができてます。めっちゃ切れた。そしてスパイシースモークチキンレッグもちょっと列できてますね。でも普段よりはなんか今日パークフードの列が少なく感じるな。待ち時間はやっぱ長いけど、あとは何よりやっぱり風が強いから、年間パスポートがあるわけでもないので、まあショーパレ好きな人はワンデーで来るんですけど、まあやっぱり今日そのショーパレ好きな方、ぬいぐるみバッチたくさんつけてる方は少ないかな。やっぱり今日風が強いから避けたのかな。オタクの方はちょっと少なく感じます。レイジングスピリッツの待ち時間見ていきましょう。レイジングスピリッツ何分だ。レイジングスピリッツ45分待ち。それではアラビアンコースト入っていきます。アラビアンコーストゲストが多いな。本当に風が強い。あとは、まあ、やっぱり今日は土曜日なので、外国の方と国内に住んでる方だったら、国内に住んでる方が今日は見た感じで、ね、通路来園者多く感じます。ジャスミンのフライングカーペット、お、長い、25分待ち。シンドバット何分だろう。シンドバットはでも短いな、5分待ちだ。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。Yeah.
そしてオープンセサミではチャイシュガーのチュロスなんですけど、待ち列短いです。ディズニーシーはたくさんチュロスが売ってるからいいよね。シナモン、クレームブリュレ、みたらしシュガー、シナモンシュガーだったり、種類がたくさんあります。サルタンズオアシスもそこまで列できてないですね。あんな上にもガーランドがあるんだ。そしてアラビアンコーストのゲームショップのアブーズバザールは景品がレギュラーです。40周年の景品じゃないのでご注意ください。ここにさ、ガーランドあるのは知らなかった。で、以前紹介したガラスグッズ商品を取り扱いのアグラバーマーケットプレイス。そしてカレー屋さんも列ができてないね。なんでだろう、もうレストランみんな終わったのか。この前来てた22の方が入ってるのかな、人が。待ち時間は長いんだけどね。あ、それかみんな逆にアトラクションに行ってんのかな。レストランの待ち列短いよね。今13時半ぐらいなんだけど、もうやっぱ13時半だからカスバフードコートも全然入れます。ちょっとこちら行きましょう。ただやっぱアトラクションが長いね。とにかく待って、この噴水のところにもガーランだったんだ。てか噴水水が止まってる。マジックランプシアターは30分待ち。さすがにもうレストラン桜そんなに混んでいないです、この時間なので。はい、というわけでようやくお昼ご飯、ダッフィー君と一緒に食べていきます。それでは今日の待ち時間見ていきましょう。相変わらずトイストーリー100分超えで、タワーオブテラーは45分で、シーライダー長いね、片側なんで。アクアトピアも暑いんで伸びてきました、30分で。グリーティングやってるんだ。インディーも55に、レイジング50は結構入ってるね。今日アトラクション並んでる人が多いんだろうな。マジラン40も長いし、今子連れここ混んでるよね。ちびっ子たちいてここ人気で、35分でしょ。やっぱり今日ショーパレとかグリーティング好きよりもアトラクション優先してる方が多いと思うんで、結構多くは感じますね。てかあと30分したらソアリンだ。ソアリンも160分、長いっすね。それではソアリンのディズニープレミアアクセス利用していきます。おお、ソアリンなかなか詰まってるね。屋内に入れない。 DPA ここで詰まってるんだ。それでは風がめっちゃ強いんですけど、パーク一周の続きやっていきます。マーメイドラグーンからですね。まだまだ日差しが暑くて半袖でもいけますが、ただ風が吹いてるからロング T シャツぐらいがちょうどいいかな。薄い。フランダーのフライングフィッシュコースターも45分待ち。まだやっぱりこの時間小さいお子様が多いのか、マーメイドラグーンのアトラクション混んでますね。いよいよリトルマーメイドの実写も6月9日から公開です。まあいろんな意見あるけど、私はあの
アリエルの主役の方の歌声めっちゃ綺麗だったんで、歌声が透き通ってて、実写は実写で楽しみです。スカットルのスクーターも25分待ち、ちょっと混んでますね。行きます。それではマーメイドラグーンの中、アンダーザシー入っていきましょう。風が強いんでね、室内のアトラクション混んでそうだな。はい、というわけでマーメイドラグーンの中、アンダーザシーに入りました。アンダーザシーは本日ゴールデンウィークっていうのもあるので、小さなお子様も多くて、親子連れがやっぱ多いね、家族連れが多く感じます。セバスチャンのカリプソキッチンも、まあ、今夕方前、まあ、今夕食前っていうのもあるので、待ち列そんなにできてなくて、すぐお会計できます。40周年のドリンクはシトラスだ。シトラス美味しかったな。それでは最後に今売ってるカプセルトイ見ていきます。はい、というわけでマーメイドラグーン出たんですけど、キャラメルのフレーバーめっちゃ行列だね。40周年のバケット、夕方のマーメイドラグーンも素敵です。それではこのままミステリアスアイランド向かいましょう。いよいよ最後だ。なんだかんだで今日パーク一周するのは夕方までかかったな。ポテトチュロスもさっき行列だったんだけど、タイミングがいいのか空いてますね。それではセンターオブジアース海底2万マイルと見ていきましょう。あとこの前餃子ドッグ見れなかったから餃子ドッグも見よう。今日はでも餃子ドッグちょっと列長いんじゃないのかな。餃子ドッグ階段下りますよ。反対側の海底2万マイルがすごい待ち列だけど、あ、でも餃子ドッグ前階段まで列できてたのに外側だけだね。おそらく20分ぐらいな感じだと思います。センターオブジアースも待ち時間落ち着いていて60分待ち、海底2万マイルも30分待ち。やっとメディテレーニアンハーバー戻ってきました。そして風が強いからかミステリアスアイランドの入り口、誰もビリーブ待ってないですね。あとソアリンの待ち時間見てグッズ見るんですけど、このマゼランズの前のリフレスコスで浮き輪が売ってるので混雑状況ちょっと見ていきます。まあ、ただ今日はねパークフードが全然混んでないんだよね、思ったより。なんかあと見た感じやっぱショーパレも空いてるし、多分この前パーク一周した22の方が多かったんじゃないのかな。 2,3 千人ぐらい違うだけと予想。今日ね 4万5000前後で、多分22の時は4万8000人ぐらいだったんじゃないのかな。浮き輪マン列できてないっすね。すぐ買います。それではまだフォートレスエクスプロレーション入れないので、まあ、あとまあおそらくビリーバー今日風キャンセルだと予想してるので、まあソアリンの待ち時間見て新グッズ見ていきましょう。
あでもソアリンここまで列できてて、さっき僕が乗った時が180分待ちだったんだよね。また長そうだなソアリン。そして本当に昨日の夜からだったよね、こんなに風強かったの。もうずっと風が強い状態で、明日も天気悪いのかな。ブラックペッパーのポップコーンフレーバー、ソアリン前ですね。そこも思ったより待ち列長くないね。ソアリンはでも150ぐらいじゃないのかな。今日はアトラクションが本当に結構待ち時間長い印象あるんで。何分待ちでしょう。ソアリン160分。まあだけど夜の時間もしかしたら、まあ7時半前後ラインカットと予想。まあだけど今日ビリーブはやらないんでね、ビリーブまあ見れなかったら最後ソアリンかトイストーリーマニア行くコースでいいと思う。そしてこの道、そしてソアリンの坂道を、いかがかな、そしてソアリンの前の坂道を進むと、まあ、ペパリーノ通りって言って、前のパーク一周でも紹介したんだけど、40周年のデコレーションがたくさんあって、ほんとここフォトスポットにいいよね。写真たくさん撮りたい方はおすすめです。まあこことかもね、ここもあるし、個人的おすすめはこの階段登った後、まあ、ここがグーフィーの小道っていうんだよね、ガッレピッポだったかな。ここがねすっごい可愛いんですよ。こんな感じで可愛いフォトスポットになっています。またねこう上と撮るとガーランドもあっていいですよ。それではいつも通り東京ディズニーシーの入り口のショップエンポーリオで新商品のグッズを見ていきます。東京ディズニーランドでも紹介したけど、新しくエンビの服の小さいぬいぐるみと大きいぬいぐるみのミッキーが新発売になっています。40周年のグッズも一部品切れが増えています。そして次が牛肉なんですけど、この牛肉のメニューに関してはセット料金が分かれていて、前菜パスタデザートのセットメニューと前菜パスタ牛肉デザートのセットメニューに分かれていて、今回は牛肉ありにしました。牛肉なしだと3500円、牛肉ありだと5500円です。ソアリンがやっと下がっても125かでね、センターオブジアスがシステム調整になって、マーメイドラグの中は混んでます。マジックランプシアターも40、レイジング奥地ももうこの時間で40なので、まあ8時前に30分以下下がればいいよね。でまだお子様が多いのか、シーライダーも混んでるし、アクアトピアも長いし、でグリーティング施設がやっぱりショーパレがやってない分ちょっと伸びてますよね。ミッキーも50だし、でタワーオブテラーは多分3台動いててめっちゃ空いてます。トイストーリーマニア100分って感じで、ゴンドラもね強風で止まっているし、ビリーブはまあ全部だよね、ハーバーショー、ハーバーグリーティングは全部休止扱い、ハーバーショー、ハーバーグリーティングは全部今日はもう強風のため公演中止です。じゃあ正面行きましょうかね。ミニーちゃんこんばんは。
今日ビリーブ楽しみにしてたんだけどね、ちょっと風が強くて見れなくて ね、そうだったんだけど、あ、そう、今日ねダッフィンもいて、もうちょっと寝ててもうちょっとお休み中なんだけど、あのミニーちゃんの可愛い写真が欲しいんだけどいいかな。じゃあもう帰るね、ありがとうね、うん、バイバイ、おやすみバイバイ。はい、ということでゴールデンウィークの東京ディズニーシーのパークを一周してきました。まあ動画内見てわかる通り、まあめっちゃ強風で屋外のねショーパレードが、まあ、ビリーブレッツセレブレイトウィズカラムなんですけど、強風でキャンセルだったし、これでね遠方組で来ていて、まあ、数年に1回の方だったらさ、ビリーブやっと楽しめる40周年のパレード楽しめるって思ってたのにね、どうしてもねやりたくてもできないから、まあやっぱり天候なので悔しいところでありますよね。まあ、あと混雑状況に関しては、まあ、動画内でも言ってる通りなんだけど、思ったよりパークフードが今回は列できてなかったのと、前に土曜日のパーク一周した4月22日の方が個人的にはゲストが入ってたように、アトラクションの待ち時間はね結構長かったんだけど、今日通路とか見ていたりすると体感的には先月の土曜日に行った時の方が個人的には混んでるように感じました。まああとやっぱり8時前に来たら入園がねすっごい時間かかるのが、この前の土曜日もなんだけど手荷物検査の待ち列がかかるね8時前だと。なのでやっぱり混んでる日に関しては8時より前、もう7時半よりも前でいいと思う、7時前後。開園待ちが早ければ早いほどソアリンに行くのもトイストーリーマニアに行くのも多少待ち時間が少ないと思うし、まあ連休だとねハッピーエントリーの利用者も多いと思うので、ソアリン、トイストーリーマニアは何とも言えないんですけど、やっぱり朝早く来たら朝一に空いてるアトラクションに乗ることもできるし、ディズニープレミアアクセスビリーブも購入することできるし、まあ、やっぱり混んでいる日に関しては朝早く来るのがかなり有利だなって今日改めて思いました。まあ、あと服装に関しては、あと5月に入った服装に関しては先月の22日と変わらずで、まあ、朝はねちょっと暑くて T シャツでもいいかなって思ったんだけど、今日みたいに風が強かったりすると、まあ、ちょうどねこういう薄いカーディガンだとなんか寒さ対策にもなって、やっぱりまだ5月に関しては朝と夜が冷え込んだりする時期もあるので T シャツにカーディガン、あともう日中は暑かったりするので日傘とモバイルファンとか、あと汗拭きシートとかは持ってきておいた方が日中はかなり暑いのでかなり助かると思います。また5月もゴールデンウィーク明けたら東京ディズニーランド、ディズニーシーの混雑状況などを含んだパーク一周の動画を投稿していくので、引き続き動画楽しみにしてもらえたら嬉しいです。それではまた動画更新します。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方グッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるのでフォローお願いします。それではバイバイ。